はい、レオです。今回はね、メルカリの方で購入したこのドキュメンタリーオブ AKB48 To be continued 10年後少女たちは今の自分に何を思うのだろう、スペシャルエディション DVD ボックス4枚組の開封&消費紹介やっていきたいと思います。これ一応開封済みなんだけど、封筒に入ってるから開封ということでやっていきたいと思います。これ定価 12,600円、この前紹介したドキュメンタリーオブ AKB48 3作品紹介したんだけど、ブルーレイ4作品だねこれも1作目にあったるやつなんですよ。ドキュメンタリーオブ AKB48 の1作目、これまだ買ってなかったんですよね。ちょっと説明の方、ちょっと人気アイドルグループ AKB48 の成長と苦悩を追いかけたドキュメンタリー、横浜アリーナでのコンサートやシングル選抜総選挙など激動の年となった2010年の活動に完全密着、制作総指揮に岩井俊二を迎え AKB の現在と未来を描き出す。ここちょっと紙で隠してるんだけど、これ自分のこのメルカリのニックネームちょっとやってるんで、U パケットで送料200円、送料込み650円で買いましたね。値引きやったんですよ。これですけどね、こういう感じで眉がまだ16歳とか17歳ぐらいじゃないですかね。こういう感じでいつものように、あ、ちょっといつものようにピヨコとマユの参加で早速ちょっと開けようか。ちょっとこれ時間がね、これ引っ張ったら開けられるようになってますね。こうやってこれも届いても何日読むか、3日か4日ぐらいなんだかね、忙しくて取れなかったんですよ。プチプチの封筒ですね。こういう感じでちょっと取りにくいですね。めっちゃきついっすね。これ普通だったら封筒じゃなくて箱に入れないとあれなんだけどな、ちょっと破らないとダメだね、取れないっすね。こちらですね、ちゃんとビニールに入ってますね。ちょっとビニールから外すんで、これ女性の出品者だったからね、こういったテープもカラフルでいいっすよね。女性できたら女性から買いたいな、丁寧に扱うんで、商品も取引も結構丁寧でね、商品も結構丁寧な取り扱いで状態がいいのとかあるから。でもたまにね、女性の出品者でも対応もいまいちで、届いた商品も購入した商品も結構状態が悪いっていうやつもあったんですよ。前稀だったんだけど、ヤフオクで前、だいぶ前、10年ぐらい前に買ったやつだけど、何だったかな、AKB48 の昔のやつですね。分身の術ツアーっていうやつがあるんだけど、結構でかい DVD ボックス、結構何枚かな、8枚組ぐらいですかね。あれね、ブックレットがね、中がね、ページが剥がれて、こういった帯がありますよね、本のね。で、中のページがめくれてね、これ行ったんだけどさ、全然対応してこなくてね、もう諦めたんだけど、こちらですね、優子、大島優子よね、これね、まゆゆに高みな、これは篠田真理子に板野友美で、まゆゆ、眉がめっちゃ若いな、幼いっすね、17歳ぐらいですかね。これ状態はどうだろうな、これ投影なんで、ちょっとブックレットからまずお見せしようか。ブックレットちょっと紹介しようか。
こういう感じです。状態いいね。もうほとんど新品同様ですよ。これ新品ですよ。ほんとちょっとズームしすぎっすね。こういう感じでちょっと座ろうか。ちょっと立ってるんでね、ちょっともう一回このもんか。2010年、結構前のやつですけど、結構ページ数が多いな。 AKB がまだそんなにまで売れてない時ですね。リバーがもう出してたのかな、シングル。ビギナーあたりから、ビギナーで大ヒットしたからね。ビギナーは多分まだじゃないかな。多分ビギナーで2011年ぐらいじゃなかったかな、ちょっと覚えてないけど。前田敦子、大島優子、大島優子、前田敦子。状態いいな。篠田麻里子、板野友美、渡辺あまゆだ。最高だわ、マジかわいいで。マジまゆほんと好きなんで。生年月日、あ、生年月日みんな書いてるね。埼玉県出身ですよね。3月26日、俺もね3月生まれなんですよ。 AKB のメンバー早生まれ結構多いからね。高見菜、小路春、小路春も埼玉出身だよな。埼玉出身も結構多いんだよな。ゆきりん、鹿児島県。ゆきりん、あの最近あの YouTube であのガーシーっていうのがいますよね。あの暴露系 YouTube、 あの人の動画めっちゃ、あの公式のメインのチャンネルとそれ以外に切り抜きのやつ、 YouTuber 今切り抜き専用の動画、あのチャンネル上げてる人いっぱいいるんだけど、あのひろゆきとかね、ひろゆきも俺一旦チャンネル登録してるんだけど、ヒカルとかもいろいろやってるしね。いろんな人がこの暴露系 YouTuber のガーシー東谷、名前なんだったかな、東谷っていうのは、これは一般の人なんだけど、あの芸能界に結構精通してて、なんかいろんな芸能人と友達多い。この人なんかバーとかやってて、なんかいろんな芸能人と友達で、なんか女をなんかアテンドしてて、アテンドっていうのはいろんな芸能人に女を紹介するしてたりしてて、なんか綾野剛とかの白田優とかね、あれ名前なんとか、千葉真一の息子、長男、新田真剣佑か、あの暴露とかいろいろ、いろんな人の暴露してるんだけど、ゆきりんの暴露もしてましたね。ゆきりん、なんかこのガーシーが経営してた場だったかな、ちょっと忘れたんだけど、天っていうバーだったかな、そこに結構ゆきりん来てて、なんか綾野剛と一緒に帰ってったみたいな、綾野剛とやったみたいな話してたんだけど、ちょっとそれはやめてほしかったですね。ゆきりんこれでクビになったら困るからね。ガーシーのチャンネルの方もちょっと FireHD10 とか8で7とかでもちょっと動画再生しながらちょっとやろうかなと思って。これは宮沢さいか、さい、これは笠井智美、峯岸みなみ、峯岸も東京なんだ。秋元さやか、これメンバーが一人一人乗ってるな。北原理恵、何分なんだ、もう10分になりますね。あ、サシ原だ、サッシは大分県だよな。横山由依、
東京都、やっぱ京都って感じするんだよな、あの夕飯はどっちかって、あの穏やかな感じで、やっぱり土地感が出るのね、やっぱりね、性格的に。大阪は大阪の人のなんか結構派手な性格っていうか出るんだよな。ああ高城明も東京なんだ。東京多いっすね。中川遥か、岩佐美咲、太田愛香、大谷静香、片山遥か、多いね。倉持飛鳥、中田千里、中谷さ、俺この子も好きだったんだけどな。岩手県出身だ。やっぱこういったあの真面目系が俺好きだな。夏原夏美、内田真由美、梅田彩香、菊池彩香、結構結婚してる人も多いですよ。結婚しても子供がいるのとかも多いですよ。田辺美久、中塚智美、中塚智美も可愛いよな。埼玉、二藤萌の、野中美里、藤江玲奈、松井咲子。埼玉多いっすね。米沢留美、伊藤亜美奈、亜美奈も東京なんだ。宮崎美穂東京。埼玉多いでしょ。石田遥か、奥間奈美も東京なんだ。これも可愛いね。ハーフじゃないですかね。ハーフかクォーターか。小林香奈埼玉、埼玉多いね。東京と埼玉多いな。小森美香愛知県なんだ。佐藤すみれ埼玉、佐藤夏樹北海道、ま、鈴木マリア埼玉、近藤里奈東京、平島夏美東京。東京多いですね。増田ゆか大阪、大阪いるね。やっぱ大阪やっぱ派手な顔してるよやっぱり、うん、大阪の女は派手な顔してる。こういう感じで、これ大記念すべき、ドキュメンタリー AKB48 の第一作なんで、これ買ってたと思ったけど買ってなかったんでね。状態いいやつこれ買ってるから、今回とっても良かったよ。こういう感じになってるんだね。これなんだ、ああこういったメニューのあれとか案内ですね。こういう感じになったんで、生写真はついてないけどね。状態ちょっと確認してみようかな。状態多分いいんじゃないかな。あ、綺麗だ。ディスク1はね、できたら DVD ボックスなんかのデジパックがいいっすな。トールケースのやつもあるんだけど、まあ、あれでもいいんだけど、できたらこういったデジパックの方が高級感あるからね。ディスク2、ディスク3、状態めちゃくちゃいいわ。ディスク4得点になったのか。ちょっと傷かこれ。ちょっとゴミか。あ、ゴミだゴミ。無傷ですね。全然傷ないね。丁寧に扱ってたんだな。これいいっすね。とっても状態こういう感じで。以上ということで入れようか。ボックスの状態もいいっすね。もうこれ新品だよはっきり言って。これ600円で送料込みで買ってるからさ、こういう感じで状態めちゃくちゃいいわ。こういう感じで終わりますか。以上にしたいと思います。今回メルカリで購入したね、ドキュメンタリーオブ AKB48 To Be Continued 10年後少女たちは今の、あ、そっか、これ紹介ちょっとこれだけですね。これはね、
税本体価格は12,000円、税込みで12,600円。ディスク1 120分、ディスク2 70分、ディスク3 87分、ディスク4が92分になってますね。これ2010年だから消費税どんなのかな、 5% ぐらいか、あ、まだ 3% ぐらいか、あ、 5% なってるよ多分、あ、 3% ぐらいかな、分からんけど、はい、以上にしたいと思います。今回メルカリの方でね購入したあのドキュメンタリーオブ AKB48 To Be Continued 10年後少女たちは今の自分に何を思うのだろうの DVD ボックス4枚組の開封&商品紹介やってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。あとねこれブルーレイね、あのこの前紹介したあ赤いやつがあったでしょ、あれ以外のあの第2作の黒いボックスのがあったありましたね、あれじゃなくて青いボックスと黄色いボックス、3作目と4作目にあたるんだけど、あれねコンプリート、あれスペシャルエディション2枚組なんでコンプリートボックスね、あのメルカリの方で買い直したんで、あれも紹介するんで、多分明日ぐらいに多分届くんじゃないかな。はい、失礼します。